ワルシャワ放棄、ワルシャワ放棄、ワルシャワ放棄、ポーランド語、ポフスタニ・バーショフスケは、第二次世界大戦後期、ナチス・ドイツ占領下のポーランドの首都ワルシャワで起こった、武装放棄である。1944年6月22日から、開始された、ソ連の赤軍による、バグラチオン作戦の成功により、ドイツ軍の中央軍集団は壊滅、敗走を重ねた。 ドイツ軍は東部占領地域に再編成、治安維持のために駐屯する部隊かき集めて、戦線の穴を埋めて、防戦に努めた。赤軍占領地域がポーランド東部一帯にまで及ぶと、ソ連はポーランドのレジスタンスに放棄を呼びかけた。7月30日には赤軍はワルシャワから 10km の地点まで進出。占領も時間の問題と思われた。 ポーランド国内軍はそれにこうするような形で、8月1日、ドイツ軍兵力が希薄になったワルシャワで武装放棄することを赤軍と打ち合わせた。7月31日、ドイツ軍が猛反撃を行い赤軍は甚大な損害を被る。さらに赤軍は補給に行き詰まり、進軍を停止した。ポーランド国内軍には、 赤軍の進撃停止の情報は伝えられなかった上に、その直前の7月29日には、モスクワ放送から放棄開始を呼びかけるラジオ放送が流れ続けており、赤軍の位置からそのワルシャワ到着は大きくは遅れないと判断された。8月1日17時ちょうど、約5万人の国内軍は放棄を開始。兵士たちは橋、艦長、駅、 ドイツ軍の兵舎、補給所を襲撃する。この時刻は W と呼ばれ、現在でも毎年8月1日の同時刻に、ワルシャワではサイレンが鳴り渡り、市民がその場で動きを止め、各自で1分間の黙祷を捧げるのが恒例行事となっている。ワルシャワ市内には治安部隊を中心に約1万2000名のドイツ兵が駐屯していた。そのうち戦闘部隊と呼べるのは、 オストプロイセン敵団兵連隊の約1000名だけであった。ドイツ軍治安部隊は数で劣っていたものの国内軍を圧倒する豊富な物量装備を持って臨んだ。その兵員の大半がガキを持たない国内軍では目標地点のほとんどを占領できず、わずかにドイツ軍の兵舎、補給所を占領しただけであった。即日報告を受けたアドルフ・ヒトラーはこれを見て赤軍が 国内軍を支援する気が全くないと判断し、放棄した国内軍の弾圧とワルシャーの徹底した破壊を命ずる。国内軍は引き続き、目標地点に攻撃を仕掛けるが成果は上がらず、警察署や電話局では取り残されたドイツ軍部隊が徹底抗戦を行っていた。しかし、ドイツ軍の補給所、兵舎の占領により、当初数人に一人しか銃がないという状態を脱し,し、 奪ったドイツ軍の消火器、軍服が国内軍兵士に支給され、装備面で多少の改善が見られた。これにより、敵味方が同じ軍服を着用するため、国内軍兵士はポーランド国旗を模した腕章やワッペンを着用し、識別を行った。さらに多くの市民が国内軍に参加、協力をして、ドイツ軍の反撃に備えバリケードを築いた。 鎮圧軍司令官に任せられた、エイリヒホンデムバフハイスエス大将は8月3日には、現地に入り、周辺の部隊をかき集め、5日には、反撃に出る。急遽近隣に駐屯していた部隊をかき集めた、ドイツ軍は、ほとんどが、大体規模の部隊だけで、臨時に戦闘団に編成し、市街地西側から攻撃を開始する。しかし、国内軍を中心として指揮が、 高くよく統率の取れたレジスタンスの猛烈な防戦に、い進撃は、父として進まなかった。攻撃部隊には、カミンスキー旅団や SS 特別連隊、ディルレバンガーといった素行の悪さで有名な部隊が、加わっており、これらの部隊の兵士たちは、戦闘より、略奪や暴行、虐殺に励んだ。このことは、ワルシャワ市民と、国内軍の結束をより一層強め、 戦意を高揚させた。7日には、市街地を何とか横断し、国内軍占領地を分断し、包囲されていた部隊を解放した。しかし、市街地に立てこもる、国内軍の抵抗は続き、激しい市街戦が続く。国内軍も8月19日に総反撃に出て、電話局を占領し、120名のドイツ兵が捕虜になった。ディルレバンガー連隊。 カミンスキー旅団の残虐行為への報復として、捕虜の内武装親衛隊兵士や外国人義勇兵は全員その場で処刑された。ビスは川対岸のプラガチクの占領に成功した、赤軍は市街地への渡化が容易な状況にあったにもかかわらず、国内軍への支援をせずに生還した。赤軍と共に東方からポーランドへ進軍し、プラガチクに到着していた。 ジグムント・ベルリンク将軍の率いるのみが、対岸の国内軍支援のためのとかを許され、彼らポーランド人部隊は、ベルリンク将軍以下必死で、レジスタンスへの支援をしたものの、その輸送力は十分ではなかった。赤軍は輸送力に余裕があったにもかかわらず、第一ポーランド軍に力をかさかった。後に、ポーランド人民共和国最後の国家指導者で1989年の、 新生ポーランド共和国初代大統領となったボイチェフ・ヤルゼルスキはこの時、第一ポーランド軍の青年将校として現地にお、物資補給作戦に参加している。彼はこの時の燃え盛るワルシャワ市街を眺めながら、放棄を傍観した赤軍に対して、涙ながらに感じた悔しさを後に、自伝、ポーランドを生きるの中で赤裸々と露している。ソ連は、 イギリスやアメリカの航空機に対する飛行場での再補給や西側連合国による国内軍の航空支援に対し同意せず質、量に勝るドイツ軍に対して劣勢に回り放棄は失敗に向かっていく。ドイツ軍は重火器、戦車、火炎放射器など圧倒的な火力の差で徐々に国内軍を追い詰めていった。その一方で目に余るカミンスキー旅団の残虐行為に 大使ハインリヒヒムラーは8月27日に司令部に大使カミンスキーの処刑を強化した。カミンスキーは故意に呼び出されたところを殺害され、ワルシャワから撤退したカミンスキー旅団は解散させられた。8月31日には国内軍は分断された北側の解放区を放棄し、地下水道を使って南側の解放区に脱出する。9月末には国内軍はほぼ壊滅する。 その後、ドイツ軍による懲罰的攻撃によりワルシャワは徹底した破壊にさらされ、放棄参加者はテロリストとされ、レジスタンス、市民を合わせて約22万人が戦死、処刑で死亡したと言われる。しかし、イギリス政府がワルシャワのレジスタンスを処刑した者は、先犯とみなすと、ラジオを通して警告したため、レジスタンスへの処刑は止んだ。10月2日、国内軍は、 ドイツ軍に降伏し、放棄は完全に鎮圧された。翌日、ワルシャワ工科大学に国内軍は行進し、降伏式典の後、武装解除された。降伏した国内軍は捕虜として収容所に送られた。しかし、武装解除に応じず、地下に潜伏して抵抗を続ける者も多かった。 市民の死亡者数は18万人から25万人の間であると推定され、鎮圧後、約70万人の住民は町から追放された。また、放棄に巻き込まれた約200名のドイツ人民間人が国内軍に処刑されたと言われていい。国内軍は1万6千人、ドイツ軍は2千名の戦死者を出した。一連の戦闘により、ワルシャワの市街地は、 ほぼ完全に破壊され、歴史的建造物や文書などの文化遺産の多くが失われた。ワルシャワの再建には長い年月を要することとなる。赤軍は1945年1月12日、ようやく進撃を再開。1月17日、廃墟と化したワルシャワを占領した。その後、赤軍はレジスタンス幹部を逮捕し、自由主義政権の目を完全に摘み取った。 生き残った少数のレジスタンスは郊外の森に逃げ込み、ソ連進駐後は裏切った赤軍を攻撃目標とするようになった。1950年代頃まで呪われた兵士と呼ばれた森の反響パルチザンとしていき、ザン、共産政府樹立後も政府要人暗殺未遂などしばらく混乱が続いた。ワルシャワ放棄を指導したのはポーランド亡命政府である。ポーランドには 第二次世界大戦勃発直後、ルーマニアからパリを経由し、ロンドンに亡命したポーランド亡命政府が存在した。亡命政府にとって、ソ連は自国をドイツと共に侵略した国であったが、独ソ戦開始後はソ連に接近する。様々な問題により、決して良い状態でなかった両政府の関係は、カティンの森事件の発覚により決定的に悪化することとなった。 東欧ドイツから脱出してきたソ連は、ロンドンのポーランド亡命政府とは別に、共産主義者による、傀儡政権樹立を目指し、1944年7月下旬に、ポーランド東部ルブリンで、傀儡政権、ポーランド国会法委員会、ルブリン政権を樹立していた。従って、亡命政府側主導の武装放棄は、相入れるものではなかった。そのためワルシャワ放棄は、 ポーランド亡命政府主導の組織を壊滅させる他のソ連の意図的な陰謀であったという説すらある。もっとも、放棄が始まった時点でバグラチオン作戦をほぼ終えていた赤軍は人的、物的被害を受けて損耗しており、また補給路も伸びきっていたことも事実である。南方でルーマニアをはじめ、数軸国を離反させる目的で行われたヤッシーイコールキシニョフ構成の影響もあり、 全兵力をもっって、ワワルシャワに進撃することも不可能だった。そのような状況下にあれど国内軍に対して絶対不利な武装放棄を促すモスクワ放送を積極的に奨励しポーランド在住の指導部を壊滅させる意図があったと解釈されても仕方のない不自然な活動を行っている。また放棄に際して各国が申し出ていた国内軍への様々な支援作戦を拒否。 また援助活動に対する妨害を行っていることは紛れもない事実である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。